こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、アンチコメントについて語っていこうと思います。私が今チャンネル登録1万4400人ぐらいいると思いますけども、もちろんね、急にこうなったわけではありません。私にもチャンネル登録ゼロの時代があり、1人の時代があり、10人の時代があり、100人の壁を越えられない時代がありました。その都度現れるのがアンチコメントですよね。で、アンチコメントによって動画を作るのはやめようかなとかね、動画の方向性間違ってるのかなとかね、気にするところがやっぱり出てくるのは正直なところだと思うんですよ。しかしですね、アンチコメントを書いてる人以外のアンチじゃない好意的なチャンネル登録の方とか、いつも動画を穏やかに視聴してくださる方っていうのがいるんですよね。で、アンチコメントの言葉に負けて、アンチコメントが気に入るような動画を作ったらどうでしょうか。私が素直に表現していること、それを見ている通常のファンの方をちょっと裏切ることになるんじゃないかなと思うんですよ。で、ここで肝心なのは、アンチコメントの方の言う通りにするのか、それともアンチな人は自分の素直な表現を受け取ってくれない人なんだから、その人をね、考えずにアンチじゃない人向けの動画を作り続けるか、どうでしょうかってことですよね。これが一つ目の考え方。もう一つは、アンチコメントも言えども、その人はアクセスを一つ必ず下すってるんですよね。そういう意味では、アンチだろうが何だろうが、発信者のこのね、動画に貢献してくださってるんですよ。そして動画を撮れば撮るほど、アンチコメントの方はどん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 見に来るでしょう。要するにファンなんですよね。アンチコメントの方も確実に自分の動画を見に来てくださる。絶対にアクセスの一つには貢献してくれるんですよ。ですんで、アンチコメントが10人いれば10再生必ず出るんですよね。で、アンチコメントの方もいろんなね、ところを突っ込んで、いろんな嫌がらせの言葉を編み出してくる。結構疲れると思います。人を攻撃することって一番自分が疲れるんですよね。できれば人を励ましたいし、人を勇気づけたいし、人におめでとうって言いたいんですよ。だっていいエネルギーを送ったら自分もすごく心満たされますからね。でも人を傷つけて、その人がへこんだりとかね、傷ついたりとかね、その人が何くそーっつってからね、立ち上がったりして、どう転んでもいい気持ちはしないんですよ。もちろん一方的に誰かをいじめるのが好きって方もいらっしゃったりとか、この言論が自由な世の中においてね、言論弾圧をしたい方っていうのはいると思います。でも極端な話、そういう人は病気なんですよ。ですんでね、そういう人にはいたわってあげてください。で、アンチコメントのコメントをね、あんまり読みすぎると、いや本当にね、病気がうつっちゃいますので、あ、そういう意見もあるんだなというふうに捉える程度にとどめてですね、ご自身の情報発信をどんどん続けていけばいいんじゃないですかね。例えば1日1本の動画だと、アンチコメントを書く人も1日1個書けばいいんですけども、1日に30本動画を上げたら、もうすでにアンチコメントの人は疲れて全部にコメントは残せないと思うんですよ。で、私の場合はアンチコメントがあるたんびにもっと動画をいっぱい作ろうと思うんですよ。そうするとアンチコメントの方って続かないんですよね。で、本当に私の動画が好きな方っていうのは、それこそね、年単位で付き合ってくれるんですよ。でもアンチコメントの方って、まあ頑張っても1ヶ月続かないですね。それで私がくじけなければ、もうつまんないやと思って他の人のとこ行っちゃいます、ね。で、もしかしたらアンチコメント書くことが、なんか無駄な時間過ごしてんじゃないかなって気がついて、アンチコメント書くことやめるかもしれないですね。でもですね、アンチコメントに対して、情報発信者、動画の、オーナーさんがくじけてね、やめてしまったら、アンチコメント書いた人は、やったぞ、潰しちゃったぞ、よし、次は誰を潰していこうかな、みたいな、いわゆる自粛警察みたいな正義感を持っちゃうんですよ。ですんで、アンチコメントに負けて動画を削除しちゃったり、自分の動画をやめてしまうとかね、方向性を変えるってことは、アンチコメントの方にこのエールを送ること、アンチコメントを成功させたことになるんですよ。まあ、ですんでね、アンチコメントが来ても、まあ一番いいのは気にしないこと、無視すること。もう一つはね、まあ気になるけども、だけども、アンチコメントじゃない人の方向に心を向けること。で、次はですね、アンチコメントといえども、自分のアクセスに貢献してくださってるってこと。で、4点目はですね、アンチコメントに負けて自分が方向性や行動を変えたら、アンチコメントを応援することになるんですよ。ね。ですんで、アンチコメントっていうかね、自分を批判する人って、YouTube の中だけじゃなくて、インターネット空間じゃなくて、リアルな世界でもいるじゃないですか。ね。だからね、幼い頃とか、小学生、中学生の頃、いじめられた方っていると思うんですよ。そのいじめよりも、アンチコメントの方は100倍楽だと思いませんか。だって、アンチコメント、
大したことないですよ。文字が並んでるだけですからね。でも学校でいじめられるって結構きつくないですか。だって同じクラスにいないといけないし、学校は卒業まで逃れられないし、でいじめっ子って他の人たちを巻き込んで一緒にいじめてくるでしょ。でもアンチコメントに巻き込まれて他の人がね、アンチコメントをもっともっと書くってことはないですから。インターネット上のアンチって拡散しないんですよ。孤軍奮闘でやってるんですよね。むしろアンチコメントを書いた人をファンの方が守ってくれたりするじゃないですか。そういう意味で私はね、アンチに負けるんじゃなくてファンの方に心を尽くしていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですよね。動画発信者としては意識を向けるべきはアンチの方に対してじゃないんですよ。アンチを全然書かない人、本当のファンの人に心を向けていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。で、もしね、動画を削除しちゃった、アンチコメントを怖くてね、動画を削除しちゃったって方はちょっと気づいてほしいのは、削除した動画であろうともその動画のファンがいた、その人たちは非常に寂しい思いをするってことなんですよ。なんだ、自分の好きな動画でもう一回見ようと思ったのに、なんかよくわかんないアンチな人に負けて動画やめちゃったんだ、ああ見れないや、残念だな、自分のことをすごく勇気づけてくれた、楽しませてくれた動画なのに見れないやってなってしょげちゃうんですよ、だからね、悲しい人を生んじゃうんですよね、アンチコメントに負けちゃうと。だからね、別にもうね、動画削除する必要はないですよ。だって全員が応援してくれるってことはなかなかないですけども、一部はね、気に入らない人が見てるかもしれないです、コメントつけてくれるかもしれないです。でも大部分はファンの方が再生数っていうのをね、5とか10とか20とか100とかつけてくれてるわけですよ。で、その方たちのことを思ったら、不遜なね、思いでアンチコメントを書く人に合わせる必要はないと思うんですよね。ということでございました。頑張っていきましょう。